中空パイプだって。中が。ああ。その先っぽの、アルミ合金製の。そういうことなんだね。うん。なんかほら、鉄の入ってるって言ったから、なんか、ちょこちょこっと入ってるのかなと思ったら、もうこれ自体。もう丸っきり、うん。でもまあ、その中のは空洞で、うん、でさらにその上にそのポリウレタン製のカバーがその白い部分とで、チップもチップで変えられると。これもほら樋口さんのね大変でしたから。あ、そうなんだ。長さとかはどうなの。長さそんなこんな、こんでもこんだけ長い。メディアバイブスが見えるようにしたから、そういうふうにやってんの。こうやってんの。アヘッドとメディアバイブスの色のせいで、ね、色でさ、膨張してさ、長く見えるんだよ。ちょっと叩いてもらえますか。違いを、俺には分かんないから、素人は。俺も分かんないけどさ。音なんか良くね違う。違くね。音ね。さ、すごい軽く叩いても重く出るんだよ。音がでかいの。いや、本当にすごく叩きやすい。やばいね。ちょっとの力で、でかい音が出る。重いからでしょ。そう。先っぽが。スティック自体が重いから、うん、軽く叩いててもパワーが出る。逆に言ったら何？思いっきりやりづらいとかはない？いや、それはないね。それはなくて、だから。軽くでパワーが出る、うん、そう、だから疲れないですね、多分。どうなの？今叩いてさ、うん、傷とかついたりしてんの？いや、つかない、つかない。あ、つかねえんだ。いや、まだほんのちょっとあれだけど、うん、ここって何製なのかな？これ木なのかな？どこ？その取り替えられる部分。いや、それがだから、めちゃくちゃいい。マジで？6000、うん。そこは、加藤さん、マジいいっすよ、これ。ポリウレタン製のカバーだって。そうなんだ、うん、これずっと使ってるとどうなってくるのか分かんない。普通のスティックってさ、これでもダメになってくんじゃない。普通、まあ、そうだけど、もうこんなでどんどん削いていくじゃん、うん、これウレタン製だから、今全然何にも本当ってな、何の傷もない、うん、重みがかかるから、普通だったらあーってやるんだけど、それが軽くできた。今調べてる。あ、6500円になります。6500円でした。いや、加藤さん、これいいっすよ。6500円はさ、でもこうやってさ、どんどん消耗して買うのあれするんだったら、ここだけ変えて、ね、だったら安いかも。長い目で見たらね、うん、木のスティックだと一発で壊れる可能性があるけど、ああそれだったらないからって話。あ、なるほどね。あ、それなら分かる。これが壊れるってどういうことだと思う。いや、壊れないんだよ。だから折れないっていうふうに言われてるみたいだから。折れねえわな、それ中にアルミ合金が入ってるんだったら。で、それ聞いたときに、案外さ、持ったときもそうなんだけど、重いから、うん、これ手首とか痛くするのかなと思ったんだけど、いや、そんなことないね。なんかね、手首、なんとか衝撃吸収なんとかって書いてあったよ。そう、重いからさ、リバウンドがするんだよ。だから逆にもう全然力いらないから、軽く叩ける。そう、軽く叩いて、なおかつパワーが出る。コージギタリストだよね。そうです。使わなくない？俺がもらったんだけどね。あ、これで冗談できるから、マジ？
だから6500円だってば。やっぱりあれだ。高い分だけ違うんだな。そりゃそうでしょ。それなりのさ。まあギターの弦もそうだけどさ。いや、これいいよ。こんなに違うと思わなかったな。逆に今度これすげえ叩きづい、軽くて。わかる？この時しか返ってこないんだけど。なるほど。この分だけ返ってくるから、叩いて、軽く叩いても、次はもう、すぐ、この距離が出るのかよ。これだと、こうやんなきゃいけないんだけど、これは、ここだけで、これができて、だから、加藤さんモデルです。普通は、こう、あれなんだけど、とてもこう、前にこう、バランスが前に行く感じ。だから、多分ここで叩いても、すごい、重みがかかるんじゃないかな、これ。なんか普通のスティックよりも軽いの？重いの。あ、重いのね。重いの。重くて重心がここにかかってるから、うん、逆にでも力入れなくて叩きやすいんじゃない？むしろこうやって振って、こうやって振ってみでしょ、うん、ああ、ね、重心がここにかかってるからとても、あ、そうだ、いいかもしれない薬ですよ、あれは麻薬、うん、一回やっぱりね、味わっちゃうとしばらくほら何十年やってなかったけど、うん、それはそれで別になんともなかったけど、一回やっちゃうとダメだね。もうダメ。いや、たまんないね。それは何なの？あのライブがやりたいの？それともなんかもうバンド関係全部が面白いの？ドラムが叩きたいの？どういう感情なの？全てもう楽しくしょうがない。楽しくしょうがない。あんなに前はさ、うん、もう練習が苦でさ、趣味よりも強いし、そう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 、かといってそればっかりになっちゃっても辛いんで、こうあーでもねこうでもねとかやってさ、うん、じゃあ次なんかやるかみたいな。だってさ、あんなにリハ入る田村見たことないもん、個人練。本当だよ。あれ、うん、楽しいね。とにかくあの何時に入ってリハやって、うん、じゃあお願いしますっつって、うん、まあ、あの昔のやつね。そうそうそう、そうね、じゃあ本番これから行きますよみたいな、忘れてた感覚をが戻ってきたみたいな。でなんかほら、何かを、今もそうだけど何かをやる目標があるじゃん、うん、それに向かってこうやるっていうの。だって今俺家族以外で一番会ってんのお前だから、ね、俺もだ俺もだ一番会ってるよな、うん、レースルの時だってさ、まあそれはレースの時しか会わなかったけど、あれはあれでだって1週間に1回会う時もあるけどさ、うん、あれとはまた違うじゃん。あれが良くなかったね、ライブが。1回やっちまったのが1曲しかやってないし、もっと叩きたいと欲が出た。出たね。はいどうぞって入ってきて、うん、たまんなかったね、あのあ、そう、やっべえ俺のことみんな見てんじゃんみたいな。あ、そう、いろいろ考えてたんで、いやでもこれも言わなきゃ言わなきゃと思ったんだけど、全部吹っ飛んじゃってさ、ダメだったね。だって何も喋んなかったじゃん。いやもっといっぱい考えてたんだけどさ、どうせ暇でぼーっとしてんだったら。そうだね。だ今まであれでしょ、あの土日競馬やって、レーソル見て。レーソル、あればレーソル見て。酒飲んで寝ちゃうくらいだったけど。赤玉パンチ飲んで。もう今、なんかもう、ずーっとね、バンドのこと考えてる。曲が流れてると。あ、まあ俺もずっと曲が流れてる。俺もね、メディアの曲がずっと流れてる。そう。ぶっちゃけ。他にもやんなきゃいけないこといっぱいあるのにさ。なんだろうな。だって今だって30年ぶりぐらいでほとんどやってんの。うん。メディアの時の曲って、今よりも簡単に作ってたのかもしれないけど、うん、それにしても、構成も全部覚えてるし。
今と作り方が違うから。あ、まあね、全然違うね。メディアで、メディアでこんなことやりたいな、あんなことやりたいな、時間があれば、まあ、当然ライブもやりたいし、まあ、アルバム作ってみたいとかあると思うけど、新曲とか作りたいわけ。まあ、それもそうだ。だからそう、今後のや本当にやっていく、まあ、夢というか、うん、だからとりあえずリテイク出して、うんうん、その後に新曲やりたいよね。どういうのイメージ、俺さ、そうメディアでやるかってなった時に、まあ、リテイクするのは置いといて、じゃあ曲を作るってもしなった時に、4人ボーカリストがいてさ、4人分全部曲作ったじゃん。どういう曲が一番メディアっぽいのかなって俺考えたんだけどさ、分かんなくてさ。まあ清が歌うんだから、うん、でも清だってさ、もともとああいうのやりたくて来たわけじゃないじゃん、うん、どういうのが合うのかなと思って。みんながみんなやっぱりカラーが違かったからね。そう、ボーカリスト ね、うん、だからそれに合わせて作っちゃったのがあったからさ。あとはまあその当時当時に好きなバンドをさ、うん、やっぱりだって真似るじゃん。だってあれこれなんかっぽくねとかってあるじゃん、うん、その時代で変わってくじゃん、好きなバンドとか好きな。だって最後の方とか全然違うわけじゃん。あの最初マグナムがいいとかラウンデスがいいって言ってたのに、最後の方って全然違うわけでしょ。来年の目標としては、まあ、とりあえずライブはもう一回やりたいね。そうだね。もう少し1曲じゃなくて何曲ぐらい今だったらいけそうですか。5、6曲。あ、いける。いけるよ。ほんとかよ。だからとりあえずアルバム作りたいね。そんで何歳ぐらいまでできそうですか。今50、もうお前57だっけ。57。まあ62、3。62、3。じゃあ 4、5年はやりたいなって。そうだね、やりたいね。なるほど。じゃあ 4、5年頑張れるようにやりましょう。